宮城を代表する食材の一つ仙台セリ。鍋やお雑煮、春の七草といったまさにこれからが旬の食材。セリは調理が簡単で様々な料理に使うことができる万能な食材です。こうやってセリやった時にこっちみんな捨てたんです。茎と葉っぱしか食べなかったんです。でもこれカモが大好物なんです。セリは捨てるとこないよ、根っこから葉っぱまで食べれますよということで PR しますし、鍋物に限らず生でも食べれるんで、若い人はサラダでも食べてくださいってことで、今農協さんタイプしてレシピを作りながら PR 活動はしてるんですけども。宮城県南部に位置する名取市。ここはセリの産地として知られ、その栽培は380年以上という長い歴史があります。名取川周辺には湧き水や清水がたくさんあり、水源が豊富な土地だったためセリ栽培が盛んになったそうです。現在は地下水を使うことによってきれいな水でセリを栽培でき、また一定の水温を保つことができるため年間を通して栽培することができます。寒い季節の食材というイメージが強いですが、種植えから40日で育成ができ、ほぼ年間を通して出荷されている野菜なんです。ここ名取市でセリを作り続けて40年の加藤さん、地区の出荷組合の組合長として仙台セリを支えている一人です。独特で爽やかな風味を持つセリには食欲を増進させ冷え性などにも効果があると言われています。セリ農家ならではのとっておきの食べ方を聞いてみたところ、いろんなものに利用ができるっていうのがすごく魅力的ですね。チキンラーメンってありますよね、あれにセリを乗せるとすごく美味しいです。とんかつにただセリ乗せるだけでセリカツ丼、そしてどんな競争にもセリカツ、今から受験だ、受験にセリカツ、選挙にセリカツ、セリカツってね、ひらがなで書くのがセリカツなんだけど、セリって名前が伸びるに従って葉っぱが触るとお互いセリ合うんですよ。セリ合って伸びるからセリなんです。箱の詰め込み作業が終わると次は収出荷センターへ。この地区は39の農家がセリを栽培しています。ここから仙台はもちろん東京や北海道などにも輸送されていきます。名取のセリは色や香り、太さなど各市場でも評価が高いそうです。この日は出荷数が少なかったため組合長の加藤さんも葉っぱをかけていました。数足んないんです。はい、20本減ったってことはずいぶん大きいんで、出せる方はね頑張って出してください。伸びた方は頑張って出してくださいということでよろしくお願いします。やっぱりこれから11月以降、年末で七草ですよね、年明けの1月7日までがセリの需要期になっていくわけで、そこが今の出荷より本当に10倍ぐらいの出荷量になりますので、農協の立場として言えばそれに箱数をですね上げていただく努力と、あとはもうその1円でも2円でも高く販売したいという目標を掲げて、うちら農協一体となって頑張っていきたいという気持ちでこれからも進んでまいります。お昼にはその日の収穫、出荷作業は一段落を迎えます。この日取材スタッフにも収穫したばかりのセリを振る舞ってくれました。いただいたのはセリのおむすびとおひたし、そしてセリ根の天ぷら。まずはセリ根の天ぷらから。美味しいですね、もう、驚きでしょ。驚きです、これ、なんか本当に初めての食感というかですね。なんかもっと苦いかなと思ったんですよ、癖があるかなと思ってね、根っこだからちょっと泥臭いとか、皆さん思うんですけど、すんなり入ってきます。
続いては塩昆布とあえたシンプルなおひたし。うん、ものすごいシャキシャキとして香りがいいですね。塩昆布とあえただけなんですけど、この深い味わいというか。この地区は沿岸部から離れているため、震災での大きな被害はありませんでしたが、この地区一帯の排水施設がすべて沿岸部に集中していたため、一時競り農家の間にも暗雲が立ち込めたそうです。しかし彼らは諦めることなく栽培を続ける決意を固めました。2011年8月からは毎月定期的に、2012年からは2週間に1回放射能検査をし、皆さんの食卓に届けています。津波でダメになったの排水機場ってあるんですけども、閖上に2箇所、あと岩沼の方に3箇所あるので、それが全部ダメで、やっぱり排水機場がないとダメだっていうことで、本当セリ栽培諦めようと思ったんですよ、皆さんが。で、市長さんにその排水機場の復旧についてお話したら、市長さんは全面的にそれは早期に実現するから、セリは名取の特産なんだから、あなたたちがとにかく諦めないで作ってくれって、そういう言葉をいただいてですね、逆に今その行政のトップの方がそういうふうに特産物として思ってくれるってことがね、とても励みになりましたんで、ですからそれは我々も頑張って作る覚悟ですし、努力もしますし、だから全国に誇れるのはワタイのイチゴとナトイのセリかなと思ってます。